宝来焼子は、日本の競争馬である。馬名の意味は、冠名人名。主な勝倉は2013年のデイリーハイ2歳、ステークス、小倉2歳ステークス。7月27日に、小倉競馬場の芝線200メートルの新馬線で、和田隆二を安状にデビューし、逃げを打つとそのまま逃げ切って、デビュー戦を勝利で飾った。続く9月1日の2歳ステークスは、 直線でそのまま抜け出して、重傷初制覇した。バシュの橋本にとっては、1991年、大優作の有馬記念以来の重傷勝ちとなった。3戦目となった、デイリーハイ2歳ステークスは、前走同様に最後の直線で抜け出すとそのまま、押し切って、重傷連覇した。阪神ジュベナイルフィリーズでは2番人気に支持されたが、直線で伸びず7弱に敗れ、 デビュー以来の連勝は3でストップ。初戦となった、フィリーズレビューは先行できず、5着に敗れた。大花賞は、集団からの競馬となったものの4着に食い込み、オークスへの優先出走権を獲得した。しかし陣営はオークスへは行かず、NHK マイルカップへ出走することとなった。また NHK マイルカップを前に、場所が変更となった。 その NHK マイルカップは先行し、ボバ相手に5着に検討した。秋のマイルチャンピオン S では17着に敗れた。1月の京都金牌は15着、2月のシルクロードステークスは14着と大敗が続いた。休養を挟んで5月の安土城ステークスでは2着と、構想するもその後は惨敗続きとなりこの年を終える。 休養を終えて5月のイダテンステークスで復帰するも9着、続くパラダイスステークスでは11着だった。その後、障害レースに参戦することが決まり、7月30日、小倉の障害未勝利戦に出走、スタートから果敢に逃げて、最後は後続を突き放して、久々の勝利を挙げた。2017年1月12日付で競争場登録を抹消、引退後は、 北海道日高町の長谷川和夫で繁殖品馬となる。以下の内容は、ジャビスサーチよび netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。